はい、それではですね、セレスのところ戻ってきました。そろそろ救世主も起きる頃じゃないんでしょうかね。激しい戦いとなるでしょう。ああ、もうしょうがないな。まあ、負けたら負けたで、お呼びしましょう。お越しじゃないな。起こしましょうの間違いじゃないのか。起こしましょう。空飛ぶって。お、起きたぜ。まあ、救世主と一緒なら勝てるかな。いえ。怒られちった、救世主に。こんな古い靴が飛ぶんかね。俺に捕まれ。捕まったのか。裾をしっかり掴んだ。よし、じゃあ行きますか。おお、光ってる。ボロっちいのに。到着したようです。外壁に、っつったよ。壊そうとしてんのかよ。あ、壊れたの。外壁を蹴破り。さすが救世主様だ。すごいぞ、バラルも道連れに。さすが救世主様です。うわー、なんか透明なやつがいる。あ、捕まってるわ。星ごと滅ぶか、合理的判断を下すのだ。強いね、かぐやムーン。きっと伝承通り救世主様が、まあ確かに来たけどさ、愚かな876123時間前。ああ、ずいぶん昔ですね。ってことは何？この人たちは、そんだけ生きてるってこと？ 0.0003%。その確率で来たよ。侵入者、どうして野蛮人がこの母船に。セキュリティエラーか。救世主様をなめるなよ。やっぱ神田とも一緒に戦うんだね。いけるかな。まあちょっと負けちゃったら考えよう、どうするか。僧侶かなんかで来た方がいいかなと思ってるんですけどね。ちょっとね、神田田の今までのクエだと敵がね強いんですよね。なのでちょっとバラルさんじゃきついような気がするぞと。とりあえず回復中心に頑張ってみますかね。神田だ、死んでるじゃんかよ。あ、生き返った。神田だ、なんかあれ、神田だって、あ、あった。やたらあれですね、ヒットポイント高いっすね。あ、ダブっちゃったかな。まあ、なんか魔法を弱くするっていうのなかったっけ。あ、でも500とか入る。
今探してるようじゃあれなんだけど、なんか魔法を弱くするようなのはなかったっけ。これか。弱くなったのか。あんま変わんないな。変わんない。神田といらない。チャンスで効かなかった。いや攻撃しよう。500入るからね。よほどのことがない限り攻撃してていいかもしれないな。マッスルポーズ。救世主様結構強いんじゃないのか。あやべ、大丈夫か。結構必死なんですけど。あこれやばいな。ベホマラー入れておくか。まだ黄色くなんないもんね。強いな。やっぱり呪文系でないと結構きつかったかな。あれ、俺は黄色くなった。でもバトマス結構あれですね、入ってますね。単にヒットポイントが高いんだな敵の。これだったらあれかな、ちょっと結界作りますかね。この辺にして結界作って攻撃しようかな。この辺なら届くんじゃない。暴走してくれればちょっとは効果があるでしょう。なんか安定してきた。神田結構強いなやっぱり。お、神田死んじゃったじゃん。強いっつったばっかりなのにすぐ生き返ったけど。やばいか。あやべ死んじゃった。もうあれがない、効果がない。神秘の悟りとか。あ、ソウル死んじゃった、やばい。失敗したわ。キャンセルが効かなかったですね。失敗したよ。やばいな。ちょっとカンダタの MP 回復したい。やばい、みんな死んでま。自分の MP も回復しなきゃダメだな。MP 回復してもうちょっとなんだけどな。神田ともう一回 MP 回復して、結構いい感じにはなってきてるよね。
必死だけど、もうちょっとなんとかね全滅はしないで勝てそうだぞと。スーパーハイテンションだった。ちょっとこれで、あ、倒した。6分半かかりましたね。ちょっと苦戦したな。ありえない、ここまで進化したとは。野蛮人俺そのままの強さを思い知ったかって。大丈夫か、壊そうとしてんじゃないだろうな。機能低下、修理不可能、不可能。なんだ、ロボットみたいなのかな。あ、倒れた。アラート、管理者の信号停止により自爆装置を起動する。騒音退避せよ。マジか、危険だって。わ、やべえよ。どうする、とりあえず姫様は助かった。おお、神田田様って、これちょっといい関係になっちゃうんじゃないの、やっぱこの二人。え、任せろって。どうしたらいいの、ちょっと一緒に連れてって救世主様連れてってどうしていいか分かんないじゃんこれ。ほら自爆しちゃったよ。宇宙船コッパみじんにバラバラに吹っ飛ばされてしまって。大丈夫かい、どこへ飛ばされた。月の上だ、これ戻ればいいのかな。話しかけてみよう。ああ、勇ましき田舎者のバラル様、月を救ってくださり、さすが田舎者だけありますね。やばい、田舎者のバラル様として未来栄光この月の都で語り継いでまいりますって。田舎者になっちまったい。王宮行けばいいんだろうねきっとね。まあ回復は大丈夫だろうな、ボス戦はないだろうと踏んだ。参ったな、田舎者として語り継がれるようになっちゃったよ。よし、じゃあ王宮行ってみますか。なんかいい関係になっちゃってるような気がするな。ここか、どうなった、無事だったよ。従者、あ、こっちは従者になってるけど、こたびは月の民のために悪しき侵略者どもを退治していただき誠に感謝しておりまする。あの程度の野郎、俺様とバラにかかれば朝の姉妹だぜ。おたま、おたわ群れを面白い月は今頃滅びていたはず。お力はなくばね、救世主だよねやっぱね。これがそうなのか。何何、おお、なんだこれ。これがそうなんだ。月の秘宝、所有する者に不老不死の力を与える、神秘の樹木だって。それ神田にはもったいないんじゃないのか。
我ら月の民は老いや病より守られるのでございます。王宮に祀られたこの木が光り輝いてる間だけだって。じゃあ持ってけないじゃん。月の秘宝、いえ月のすべてをあなた様に差し上げまするだって。すげえな。神田田様、どうかわらわの夫となり月世界を治めてはくださいませぬか。ほっぺが真っ赤だぜ、かぐやむ。あなた様の強さ、そして優しさにわらわの心を奪われてしまいました。お願い、お願いいたし申す。おお、嫌なこっただって。月のすべてってのは魅力的だが、俺様には世界の百大秘宝を全部丸ごと手に入れるっていうでっかい夢がある。こんなとこでもたもたしてらんねえぜ。あばよって。いや、これ持ってっちゃっちゃダメでしょう。死なねえ体になったら盗みのスリルが味わえねえじゃねえか。すげえ大盗賊だ、さすがだね。生きるか死ぬかの大勝負に勝って見たこともないようなお宝を手に入れる、それが大盗賊神田田様の生きがいよ。すげえな。まあ、よぼよぼのじじいになって隠居したくなったらおめえに世話になるぜ。だってこっちは老いないんだよ。あなた様のお帰りをいつまでもお待ち申しております。すごいね。なるほど、そうだよね。一応月の秘宝も神田さんのものになったってことだよね。へえ、戻ってきたのか。ペリポン、そういえばペリポンって言うんだった、忘れてたわ。こっそり盗んできたお宝。なんだ今回。あ、宝箱。あ、宝箱ってこれだったんだ。みんな宝箱持ってたの。経験値も美味しかったですね。しかし月の秘宝を手に入れるのはなかなか骨の骨の仕事だったぜ。また新しいお宝を奪いに行くときはてめえにも働いてもらう。まだまだ続くんですかね、この神田田の。何かしら見繕って。すごい嬉しそうだけど。俺様の右腕になれた、不思議なもんだな、バナル。右腕になったつもりはないけどね。え、空飛ぶ靴の靴底からご先祖様が残して地図が見つかって。あ、やっぱ続きがあんだ。世界の100大、いや99大秘宝は、あ、今1個手に入れたからね。まだ1個しか手に入れてなかったのかよ。もうとっくにもう半分ぐらい手に入れてるのかと思ってたわ。そうですか。お、どうした B。 クリアですね。どこで話そうかな。大盗古文と月を救った者は大正号大盗賊最強古文いただきましたということで、どれでやんだっけ。よく使うセリフだっけ。
あ、これあれかな。仕草をね、ちょっと最初に、あ、最後にね、ちょっとやってみようと思ってるんですよね。宝箱、これか。おお、これっすか。これが手に入ったんだ。なかなかいいんじゃないですか。いや、今回のクエストはね、本当面白かったですね。また続きがあるみたいだし、楽しみですね。神田田面白いやつだったわ。ちょっとね、神田田のことよく知らないんですね。過去のドラクエでも出てきたと思うんですけど、どんなだったか忘れちゃったし、こんな感じだったかなっていう記憶しかないんですけどね。いや、今回のクエストは本当楽しかったです。はい、それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。はい、ちょっとね、おまけですね。今ね、オルフェアの町の宿屋でね、回復してちょっと案内係に声かけたんですけど、コメントだったかな、お手紙だったかな、ちょっともらってたんですが、以前やったクエストでね、品物がね、案内係からもらえますよっていうのを、コメントだかお手紙でいただいてたんですけども、それがね、今、ここでもらえるみたいです。ガラスランプ。この辺はもうガラスランプ手に入れたのか。これはガラスランプだと、これか。なんかこういうの手に入れたみたいですね。トゥーラ、あ、そっか、トゥーラのクエストの時だ。家の中の音楽をトゥーラの前に変える室内飾り。じゃあ、後でね、バナナさん宅に飾っときますので、興味のある方は見に来てください。ここではね、飾るとこお見せしませんけども、バナナさん宅のどこかに、飾っときますんでね、興味があれば見に来てください。バナナさんのお宅はですね、この動画の下の方に概要欄ありまして、そこにね、住所とか書いてありますんで、よかったら遊びに来てくださいね。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。